ようこそ光の仕事人。このコーナーは新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日はフレッシュな男性です。まずは自己紹介をどうぞ。はい、こんにちは、新潟県五泉市在住の星野雄太と申します。今回北川泰司さんの講演会を新潟で主催しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お生まれは五泉市、はい、五泉市ということで、現在も五泉に住んで五泉です。はい、いらっしゃるということで。そうなんです。現在おいくつですか？35歳になりますね。はい、なんか20代に見えるかのようなベビーフェイスっていうのか、はい、よく言われますね。若々しいです。そんな星野雄太さんが今回ね、北川泰司講演会を新潟で開こうと主催をしているっていうことなんですけど、はい、まあ、それに至るまでね、いろいろちょっとお話をお伺いしていきたいと思います。まあ、その生い立ちが五泉で、はい、どんな少年だったんですか？そうですね、割と人目気にする子供でした。んなんか挑戦しようと思った時とかにも人目気にして、いろんな人の意見聞いたり、うん、で結局何もやんないで終わってしまうようなさっきからね、ビビリビビリって言ってましたけど、まあ、そういう少年時代の何かトラウマじゃないけど環境とかもあったのかな？子供の頃に、うん、僕結構騒ぐタイプの子供だったんですけど、結構止められてたんですよね。わんぱくで、わんぱくだったんですけど、あ、でも静かにしなさいとか。まさに。ああ、そうか。でなんか結構それで抑圧しちゃってた。でなんか自分を出せなくなっちゃったみたいなことは結構ありますね。もったいなかったですね。うん、そのまま行ったらどんな人になってたんだろうっていうね。そうですね。で、あの高3の時に、はい、お母さんが看護師してたんですけど、高3の時に亡くなってちょっと病気で、そうでしたか。はい、で結構そのダメージも結構大きくて。そうですよね。なんか当時はそこまでダメージないなと思ってたんですけど、いやいや、今になってこうなんでお母さんいないんだろうとか結構考えちゃう時はありますね。なんかこのことをちょっと聞いてほしいなとか、うん、ね、やっぱりポロッと話せるのって母親じゃないですか。そうですね、うん、そういうところにね、ぽっかりこう穴が開いた感じだったんでしょうね。で、そんな幼少期は別に本を読んでる子ではなかったと。あ、全然読んでなかったあの、うん、どちらかというと外で遊んでたという。外と、あと音楽ですかね。音楽、はい、じゃあなんかギターとか弾いてました？ずっとギター弾いてて、うん、どこが好きだったの？バンドとか。バンドは、うん、あの新潟のやっぱ難波さん好きで、ね、おー、林さん、はい、ね、いろいろこう聞いてますけど、新潟のスーパースターですから。うん、そうですか。そんなハイスタの難波さんをね、憧れてギターも弾いてたっていうところなんですけど、でね、なぜね、こう本と出会ったのかっていうところなんですけど、うん、一番大きいエピソードは8年前ぐらいに私離婚してまして、うん、で結婚してたんですね。そっちがびっくり。まだなんか独身なイメージなんですけど。そうですか。結婚されて、一回離婚された、はい、その時に、まあ、精神的ダメージがあって。そうですね、うん、その時やってた、ちょっと営業の仕事もやってたんですけど、うん、その営業の仕事がもう本当できなくて、うん、もう毎日もう全然ダメで、めちゃくちゃ苦しかったんですね。上司に叱られたりとか、あと契約取れないとか、アポ取れないとか。ちなみに何の営業だったんですか？あと電話営業です。あ、はい、電話営業もありつつ、その実際に行ってアポ取るとかもあったんですけど、全然うまくいかなくて、結婚生活も全然うまくいかなくて、まあ、すぐ、まあ、離婚してしまったんです。はい、で、その時に、介護の仕事を紹介されまして、で介護の仕事をしながら、夜勤とかで時間ができるので、そうですよね。でその時間を使ってちょっと本を読んでみようかなと思って、うん、それがきっかけで、本を読むようになって、うん、本って面白いんだなって、うん、そういう習慣ができるようになってきましたね。最初にこう手に取った本って覚えてます？その頃最初に取った手に取った本は本当なんかあの、
スターティングオーバーっていう、あの本当普通の小説です。ちょっとなんかファンタジーっぽい。はいはい。あのエッセイより小説が好きですか？小説ですね。全然小説が好きです。あ、そうですか。で、いろいろこうジャケット買いもしたり、うん、書店でね、目についた本を買ったりとか、はい、そんな風に本を読んでいくうちに自分がなんか変わっていったことってありましたか？そうですね、あの一番大きなのは北川康史さんの本に出会ったことです。あ、それが一番やっぱり大きかった、はい、うん、でその出会った時にあの介護の仕事をしてたんですけど、他の職場に転職したいなと思ってたんですけど、あの、まあ、相談するわけですよ、どうかなと思って、うんうん、周りの人にね、うん、でやっぱ止められるんですよね。やめとけよとか、やめとけよとか、今ここ給料いいでしょとか、うん、それやめてどうするのみたいな言われて、その転職するのやめてしまったですね。そもそもその星野さんが、うん、なぜ違う職場に行こうと思ったのか。なんか違う施設見てみたいっていう単純な動機で、うん、ここだけの世界じゃなくて、はい、違う施設でも働いてみたい。他のもっとなんかいいところとか自分のスキルアップとかにもできるんじゃないかと思って、うん、あのそう新しい職場に行ってみたいなと思ったの。若いからいいと思いますよ、どんどん、うん、そう、ね、でもそれ辞めちゃったんですよね。あ、でその辞めるのを辞めて、うん、でそれがかなり自分の中でその自信をなくす体験というか、後悔してる。そう、後悔、うん、ですごいあのめちゃくちゃ自己否定というか、はあ、ネガティブになっちゃったんですよね。でその時にあの偶然出会ったのが北川さんの本でした。タイトルは、まあ株式会社タイムカプセル社っていう。株式会社タイムカプセル社って面白いタイトルですけど、どんな話でした？20歳ぐらいの男性とか女性がいろいろ出てくるんですけど、10年前のタイムカプセルに埋めた手紙を届けてくれるっていうタイムカプセル社っていうなんか営業マンがいるんですよ。あ、なるほど。その人たちにが届けに来てくれるんですよ、うん、で10年前の自分からのメッセージを受け取って、うん、なんかちょっと気づかされると。あ、そのタイムカプセルね、うん、昔よくやりましたよね、ちっちゃい頃埋めたのも、うん、私もありましたけど、はい、実際その小説の中ではいいことが書いてあったんですか？どんなことが書いてあるんですか？まあ、いいことも夢叶えてますかとか、いいお嫁さんになってますかとかでもあと全然そういうネガティブとかポジティブとかでもなく、うん、なんかその時の愚痴とか、あ、うん、ただ単に愚痴を書いてるだけとか、どうせお前なんて変わってないよねみたいなのが欲しかったかな、でもそのタイムカプセル社の営業で来る男性2人組がいるんですけど、真っ白いスーツを着てるんですけど、うん、その2人がすごく、その2人の話なんですけど、それを読んで、うん、まず何を思ったか。あれですね、今まで自分が体験してきたこととか、まあ、失敗とか、まあ、離婚も転職とかもそうなんですけど、それがあの今の自分を形成する大事なピースなんだなって。それがなかったらきっと本も読んでないでしょうし、転職で悩んでもないだろうし、その時にそうですね、そうじゃないと多分北川さんの言葉は刺さんなかったと思うんですよね。確かに、うん、そう、やっぱり本って同じ一冊、同じ内容なのに、うん、読む人にとって今の自分の在り方が見えてくるっていう。そうですよね。そうなんですよ。全然違うインスピレーションってですよね、はい、だから私も一冊の本を何十回何百回も読むのが好きで、うんうん、で最初に受け取った印象と、うん、その何百回目に読んだ印象が違くなるじゃないですか、うん、違いますね。さっき言われたように刺さる部分も違うっていう、うん、今回はここの部分にすごいグッときたとか、めちゃくちゃありますね。だから私好きな本なんて、うん、ピンクの蛍光ペンとかで、ね、うんうん、大事な部分を、はい、引くんですけど、そういうことやりません？やりますね。いやもうほぼ真っ赤みたいな感じそれがね、なんか勉強ならいいんですけど、そういうね、好きなことは
もう付箋貼りすぎて、もう付箋ばっかみたいな感じの時ありますね。ね、うん、そういうあのピンクの蛍光ペンを見ると、あ、自分は過去にこういうとこに共感してたんだとか、うんうん、胸を打たれてたんだっていうのが分かるじゃないですか。うん、あ、今はちょっと違ってきてるなとか、うんうん、それがすごく本って面白いですよね。うん、そうですね。きっとそれ人それぞれやっぱ全然違うと思いますね。僕が北川の本読んで、ここいいなって思った部分じゃないところを誰かがいいなって思ってくれるのもそうだし、なんかそれがやっぱ本の面白さなんじゃないかなって思ってます。うん、そうですね。うん、え、じゃあその株式会社タイムカプセル社から、もう北川さんの本を読み漁りました。読みました。半年ぐらいで全部読みました。うわー、すごい。結構出てるでしょ、今まで。20冊ぐらい出てると思います。それじゃあ、ムーが夢中になって読んで。そうですね。でも北川さんの本、すっごい読みやすくて、あの文字でかいんですよ。はい、ページ数の割に文字でかくて。で、あの普段本読めない人とかでもなんかパラパラ読めるし、で一冊読め終わったっていうなんかあの成功体験で、あれ結構でかいなと思って。いいですよね。だから本読んだことない人でも全然読めると思います。読みやすいし、読めた僕っていうその、読めちゃって、そう、あれが ね、いいと思います。そんな北川康さんの魅力あふれる本に出会ったわけなんですけど、そこでね、なぜこう講演会をしよう、呼ぼうって思ったのか、それいつ頃かな。2019年ぐらいに、北川先生の連続講座がありまして、はい、月1回神奈川に通ってたんですよ。神奈川県、神奈川、石川県。あ、石川県の方ですか。うん、石川県。へえ、はい、石川県も近いようで遠いじゃないですか。東京と同じぐらいですよね。ですよね。え、電車に乗り継いで。あ、車です。車で、はい、頑張りましたね。で、5回ぐらい6ヶ月ぐらいだって、月に一度、5回ぐらい通ってたんですけど、でそこで出会った友達が、本間くんっていう男の友達、本間くん、うん、いるんですけど、まあ、一緒に主催してるんですけど、その人と出会って、行き帰りずっと話してるんですよ。え、その北川さんの話で盛り上がるわけですか。で、今回の講座はあそこが良かったよねとか、そう、あの講座って、まあ、言える範囲でいいんですけど、どんなふうなことするんですか。北川さんの話を聞きます。まあ、要は講演みたいな感じ。そうです。テーマが毎回違うんですけど、働くこととは何かとか。ーワークショップ的なことはない。あんまないですね。まあ、ある時もありましたけど。へー、うん、で、その本間くんと話してる時に、まあ、その金沢の最終公演の日に、新潟にも呼びたいって思って、新潟で、だって新潟の知ってる人2人しかいないんですね。そうですよね。だからもっとその知ってる人と絶対いるから、講演会やって友達いっぱい作ろうみたいな。で、きっとメッセージとかいっぱい受け取ってくれる人いるだろうから、やってみようって思って。それが2019年、はい、2年前。そうですね。へで、どうやってお願いしたんですか。はい、2020年か、うん、去年、はい、はい、ね、ちょっとの週にやりたいなって思ってたんですけど、まあ、コロナがあったじゃないですか。で、まあ、そんなこと言ってる場合じゃないよねって感じになって流れてたんですね。で、僕たちも講演会かと思って、いつかやれたらいいねみたいな話をして、夢的なね。そうで、2020年、まあ、2021年もできるかどうか分かんないけど、まあ、いつかやれたらいいねみたいな話をしてたんですけど、で2020年の終わりぐらいにもう一回金沢で講演会があって、そこに参加したんですね。で、あの金沢でできた友達とかと話してて、え、新潟でもやるんでしょみたいな話をいただくわけですよ。でもまだ全然乗り気じゃなかったので、まあまあまあ、いつかやれたらいいですねみたいな、ちょっと濁してた感じ。
え、スイッチが入ったのは？はその1週間後ぐらいに。1週間後あの、清江さんという女性の方が、ね、はいはい、この番組にも出てくれました、はい、佐藤清江さん、はいはい、あの方にちょっと出会って、であの方も北川さんの本を知ってるなんですね。で、僕北川さんの本で人生変わって、あのめちゃくちゃ影響を受けたんですよねって。で、新潟でも講演会いつかやりたいなと思ってるんですよね、呼べたらいいなと思ってるんですよねって話したら、いやもうやっちゃえばいいじゃんって言われてそう。で、なんかその言葉がすごい大きくて、うん、あ、じゃあできるかもみたいな。そう、なんかそう言ってくれる人今まであんまりいなかったんで、うーん、強く押せなかったんですね、みんな周りは聞いてても。あ、そうですね、うん、というか講演会やるとか何言ってんのみたいな、何言ってるんだとか、あと、まあ、昔からその転職のこととかも新しいこと挑戦しようと思った時に、まあ、それ大丈夫なのって言われ続けてきた中で、その清江さんは一発目にやっちゃえばいいじゃんって言ってくれたから、それが本当に大きくて、ジャニーさんで言うやっちゃいなよ、そうそうですか、それがすごい嬉しくて。で、いやー、清江さんよかった、本当にね、パワフルな方ですよね、パワフル、スイッチを知ってくれたということで、はい、じゃあ後半もまだまだその話盛り上がっていきたいと思います。一旦コマーシャルです。ようこそ光の仕事に。今日は北川康講演会を主催しています星野裕太さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、そんなこんなでね、北川康さんに出会い講演会をやろうって思ってスイッチも入ったんですよね。で、まあ、場所も決めたり日にちも決めたりっていう、あと北川さんとのやり取りもあったわけでしょ、うん、はい、スムーズにいきましたか。いえ全然、もうあのもう地面をなんか這いつくばっていくような感じだった。だって初めてのことでしょ、はい、右も左も分からなかったわけですよね、講演会主催なんて、はい、なんかこう周りにアドバイスをこう受けに行きましたか。最近行きました。うん、なんか最初は手探りで自分でとにかくやってみようと思って、うん、あの予約サイトとかも作りましたし、うん、あとお金の支払いとかどうするのとか、そういうのも全然分かんなかったので、とりあえず自分で形になるところまでは一回やってみようと思って、とりあえず作っていった感じですね。うん、それでちょっと壁にぶつ当たった時に、はい、周りの人に聞いてみたり、そうですね、アドバイス求めたりしたんですね。うん、で、間もなくチラシもできると。そうです。いうことで、はい、はい、9月4日土曜日です。はい。午後2時から4時まで、東区プラザですね。はい、東区の本当に大きな、はい、はい、あの、ところでやるっていうことで、これは料金がチケット制ですね。はい。3000円。3000円です。はい。で、本も販売予定なんですけど、この曇りのち晴れっていう、これ新刊ですかね。これは普通の本屋さんで売ってないです。あ、限定本ですか。はい、あの北川さんの事務所とかでしか買えないんですけど、それ新潟にちょっと持ってきていただいて販売しようかなと考えてます。いいですね。はい、会場チケットプラス限定本をご購入いただいたお客様には何かあると。はい、あ、この本が。あ、なるほど。で、これ予定枚数がちょっと達してしまったので、うんうん、あの事前購入としては。もうチケット販売してないんですけど、当日は、まあ、いっぱい用意するので、うん、当日買ってください。なるほど、当日また買えるわけですね。はい、あとそのオンラインで同時中継もありますので、うん、あ、ズームで、はい、そうですか。もう言ってしまえば海外からでも聞けるわけです、うん、世界中でね、はい、各国から見ることができる、聞くことができるっていう、ねえ、いいじゃないですか。会場はあそこ何人入りますかね。300人入りますけれども、はい、コロナのため、そう、感染症対策をするので一応約半分余裕を持って、うん、あの座席を組み立ててます。でも Zoom だともっと参加することができるっていう、Zoom、はい、はまあ一応制限ない、うん、まあ、あるっちゃあるんですけど、はい、一応結構モリモリな配信環境でやりたいなと思ってます。一番下位に、うんうん、開催することによって気をつけた面ってありました？やっぱコロナ禍の感染対策ですか？そうですけど、でもまだそこはあまり、まあ、当日ちゃんとやろうっていう
ぐらいですかね、うん、今のところは、まあ、そこも大事ですけどね、うんうん、あとどれだけなんか自分の北川さんの良さをどれ、うん、いっぱい広げていくか、うん、引き出すことができるか、うん、皆さんにお伝えできるか、そう、あとその悩んでる人とか僕みたいに挑戦できしたいけど一歩踏み出せない人とかにいっぱい届けたいなって思ってるので、どうやれば届くかなって、そこを一番気をつけてはいます。悩んでる、まあ、星野さんみたいにこの1個ね講演会が成功したらすごくさっき言ったみたいに成功体験になるじゃないですか、うん、ね、なんか講演会来るのって結構ハードル高いと思うんですよね。はい、緊張するだろうなと思う。私講演会行くの好きなんですよ。本当ですか、面白いですよね。今までね、うん、多数の講演家の方の話を聞きに行って、中村文明さんとか、うんうん、でマーケティングで言うとキングコングの西野さんとか、うん、いろんな、うん、分野の話が好きなんですけど、はい、これも行きたいですね。ぜひお願いします。恥ずかしながら本読んでない私でもいいですか、北川さんの本まだ読んでないんですけど、帰りお渡しします。え、そういう人でもいいんですよね。全然北川さんの本知らないけど、はい、話は聞いてみたいっていう、あ、もちろん方でも、はい、OK、うん、まあ、でもあの事前に読んできていただければなおさらより深く入るとは思いますけど、より深くです、うん、じゃあ読まなきゃね、はい、ぜひ、はい、そんな感じでぜひ皆さん北川靖講演会おいでください、はい、一冊の本との出会いで人生は変わるというキャッチコピーですね。うん、いいと思います。よろしくお願いします。そんな星野雄太さんなんですけど、まあ、コロナ禍でね、うん、いろんな今介護の仕事をされてるっておっしゃいましたけど、はい、そっちの面でも大変でしたね。大変ですね、うん、気使いますね。ですよね、はい、いろいろ手袋したりとかマスクしたりとか、はい、これから夏で暑くなってくるとね、そうですね、またさらに大変だと思いますけれども、うんうん、自分の中で何か、まあ、時間ができてね、うん、変わったことってありますか。あ、コロナの、うん、コロナのことで、うーん、やっぱ本は読むようになりましたね。いっぱい読めるでしょう、はい、そうですよね。でも今はちょっとこの講演会の授業があって全然読めないんですけど、確かに。でも本は読むようになりましたし、うん、あと Zoom とかで講演会聞くこととかも結構ありますし、うん、あとクラブハウスとか、はい、インスタもそうなんですけど、割と全国になんか友達が増えましたね。お、はい、なんかインスタ今毎日投稿してるんですって。毎日、そうですね、毎日してます、うん、なんかこれね、講演会まであと何日っていうカウントダウンしてましたよね、はい、うん、あの自分にちょっと勝つを入れる感じで筋トレみたいな感じですね。いいですよね、はい、あれなんか可愛くね、背景がこう、はい、テンプレートで、うん、すごいと思います。そんなやっぱり毎日投稿とか、まあ、そういう皆さん見てくれたりして友達もね輪が広がったりしているわけですね、はい、なるほど。で、今年2021年、まあ、下半期に入りますけれども、はい、これだけはやりたいことっていうのはやっぱりこれですね、これですね。もうこれをあの、うん、走り切らないことには、うん、あのすごいが大事なので、これを走り切ることが大事なので、ね、うん、この講演会9月4日に終わったらなんか燃え尽き症候群になるんじゃないですか。大丈夫かな。いや、ありえますね。ありえますよね。まあちょっと休憩はしたいなと思います、ね、そうですよね。ちょっと休憩して、うん、また一段落して次の目標にみたいな、はい、そうですね、うん、まあこれ聞くとあれまだまだって言うかもしれないですけど、これが終わったら何かやりたいっていうのは見えてますか、何か。まあ本来なら海外旅行とか行きたいなと思いますけど、ちょっと難しいんで。え、なんで海外行きたいんですか。あの北川さんの本って海外のこと結構書かれてるのがあって、あ、例えばどこを舞台にとか、ライフトラベラーっていう本があるんですけど、それ海外旅行に行くために何持っていくっていう、へえ、面白そう。あのすごい薄くて読みやすい本なんですけど、まあ、人生何持っていくっていう話なんですけど、で、まあ、北川さんの本読んで僕も海外旅行一人で行きました。お、うん、え、どこ行きました。ベトナムに一人で行きました。いいですよね。私もアジアが好きで、はい、今まで、韓国とタイに行ったんですけど、うん、ベトナムも気になってるんですよ。よかったです。
だって美味しいものいっぱいあるし、うん、物価も安いし、はい、ね、カゴバッグ私好きなんだけど、はい、夏持つやつ、あれもベトナム製なんですよ。 あれかわいいですよね、うん、え、何ベトナムで得てきました？ベトナムはとりあえず海外旅行一人で行きたいなって思って初めてだったので、うんうん、一人旅、うん、まあ、それをまず行きたいっていう、ドキドキ、はい、あとは、まあ、その場でどれだけ楽しめるかっていうのをテーマに来ました。じゃ、不安より楽しさが勝ちました。うん、うん、あ、行けるじゃんって思いました。はい、え、もうその何ホテルとかは予約していったんですか？はい、うん、もちろん。あ、じゃあちょっと安心ですね、はい、バックパッカーじゃなくて、はい。で、一番ベトナムで衝撃受けたっていうようなのもありました？バイクタクシーじゃないですかね。あ、すごいな、よく走ってますね。あと信号とか関係ないんだみたいな。みんなビュンビュン行く。 それでも事故にならない。日本じゃあれ無理でしょうって思った。不思議ですよね、なんで事故にならないんだろう、うん、うん、まあ、そういうのがもうルール、暗黙のルールなのかな、分かってるから、うん、それで運転していくっていう感じですね、うん、いいですね、自由でね、うん、ベトナム、うん、ああそっか、じゃあちょっとね、また落ち着いたら、うん、違う海外にも行ってみたいなと。そうですね、うん、で、最後に毎回ゲストにお聞きしている人生を楽しむコツはズバリ。はい、北川さんの言葉に、ね、感銘を受けたんですけど、楽しいことを望むのではなくて起こることを楽しむと決める。おー、深い。え、もう一度言って。楽しいことを望むのではなく起こることを楽しむと決める。起こることを楽しむと決める、うん、まあ、それがちょっとこうトラブルとか、はい、ね、えって思うことであっても、うん、楽しむ。トラブルこそ楽しもうみたいな気持ちでは痛いなって、ねね、痛いですよね、まあ、無理って時は、じゃあそう来たかみたいな、そうあるんですけど、でもやっぱこれはちょっと常にこの心には持ってたいなっては思ってますね。起こることを楽しむか、うん、あ、いい言葉いただきました。ぜひ皆さんも9月4日土曜日午後2時から北川泰史講演会、新潟市の東区プラザで開催されます。料金は3000円です。じゃあこれは、どこのホームページとかネットで見ればいいですか？コクチーズっていうサイトが今立ち上がってまして、そこで予約できるのと、はい、あと北川先生のホームページからもリンク、うん、イベントのページがあるのでそこからも入れます。はい、ぜひね、お買い求めいただきたいと思います。そして当日、会いましょう。よろしくお願いします。今日は、北川泰史講演会主催の星野雄太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。